投資狩り場機はチャンネルメンバーを募集してます。メンバーさん限定動画コミュニティで厳選した開催店頭銘柄などを紹介してます。私の相場の立ち回りなどもそちらで随時公開しています。どなたでも応援の手や登録してくれると嬉しいです。てんてけてん。本日の日経平均はプラス456ポイントです。あれよあれよと日経平均も上昇しております。私の資産も過去最高額まで僅差となっており、今週上がっていくようなら再び過去最高益を更新していきそうな展開です。一時期は今年の12月はダメかなみたいな雰囲気も感じていましたが、今のところ今年の12月はバブル相場でファイナルアンサーって感じでしょうか。人によっては往復ビンタを食らうような、なかなかに読むのが難しい相場でした。私なんかも自身の感情論でトレードしていたら 100% 勝てない相場だったと思います。幸いなことに私は自作のトレードマシンが無機質に指示してくれるので、何のストレスもなくひょうひょうとポチポチしているだけでのらりくらりとやっていけているわけです。こんな難しい相場いちいち考えながらトレードしてたら一瞬でストレスで張り上がってしまいそうです。相場なんかは虚言癖めえや気まぐれな厄介な物体だと思っています。こんなものにまともに付き合っていたらこっちまでおかしくなってしまいます。適当にあしらうくらいの感じで良いかと思います。ほっといたら勝手に働いて勝手にお金を増やしてくれます。下手に構ってお金はどんどん減っていきます。人付き合いの難しさにも通じるものがあるのかもしれません。てんてけてん。相場サイクル的には実感体感とは違いますが、逆イールドが解消されており逆業績相場に一歩近づいた見方もあります。またハイテクが買われる日も多くなり、そうそうと利下げ過連想される動きも見せています。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていきましょう。てんてけてん。気になるニュースを紹介します。ダイハツ品質不正で全工場停止、社長経営陣に責任。日経新聞。ダイハツ工業は20日国内外の全工場で自社で開発した自動車の出荷を停止すると発表した。新車の安全性を確認する試験などの不正が新たに174件見つかったことを受け、生産も停止する。対象はすでに生産終了したものも含めて64車種と3つのエンジンで、親会社のトヨタ自動車が販売する22車種も含まれるとのことです。不正のオンパレードといえば三菱自動車のお家芸という時代はとうに過ぎ去り、登場人物全員悪人アウトレイジな現実は天国の怒りや調子でもダメだこりゃと言っとると思うわけです。テケテン。10年20年前までは中国はダメだ韓国はダメだみたいな優勢思想の国民性も散見されましたが、登場人物全員悪人というのが現実で、天国の怒りや調子でもダメだこりゃと言っとると思うわけです。テケテン。ダイハツなんかは2016年に上場廃止しております。親会社のトヨタは今のところ株価には特段の影響はないようです。しかし株単の検索ランキングにも上がってきており、明日以降のチャートの動向が注目されます。私なんかも面白半分でこの会社はゴミとかそんな暴言を吐いたりしますが、実際は真面目有能な人も多いわけです。捨てる神があれば拾う神もおるわけです。トヨタがこれで大打撃を食らうようなら私は拾う神になってみたいものですが、どうもそこまでは影響はないような気もします。政治のキックバック問題などもそうですが、業界の常識みたいな慣例はどこの世界にもあるものです。傍から見たらなんて別れたことをやっとるんだというローカルルールがさも聖域のようにアンタッチャブルな存在へと昇華されております。バカは死ななきゃ治らないとは言いますが、残念ながらバカは風邪をひかないほどに頑丈です。なかなか死にはしません。我々はバカに混じって生きるしかないわけです。つまり我々も傍から見たらなんて別れたことをやっとるんだとそう思われているのかもしれません。登場人物全員バカというのが現実で、天国の怒りや長介もダメだこりゃと言っとると思うわけです。てんてけてん。親愛なる皆さんごきげんよう。人生は人事の夢、投資狩場機です。投資は自己判断自己責任の世界ですが、できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になる銘柄を紹介します。てんてけてん。
7911凸版、昭和人間の私なんかからしたら凸版印刷なんかはただの印刷屋さんみたいな感じなんですが、エレクトロ分野で成長しており、 DX やら半導体やらで業績を拡大させております。別件ですが、スマホで駆逐されると思われたニコンがレンズの技術を医療で展開させたり、電子書籍でオワコンになると思われた印刷業も半導体パッケージ基板などの技術で時代の最先端に躍り出ることもあるわけです。私なんかは100社以上転職しており、もちろん印刷業にも従事していたことがあります。 AI なんか誰も知らない20年以上前に勤めていましたが、なぜかその会社も IC チップかなんかを作ってました。パソコンに向かってどこをどうつないだら軽量化最適化できるかとか一日中やってたので、作業を見てるだけで頭がおかしくなりそうでした。凸版なんかもおそらく昔から基板やらは作っていたのではないでしょうか。花開いたといった感じでしょうか。本日は怒涛のプラス 8.45% 上昇です。私は置いててぼりのノンホルです。秋、この銘柄の注目度は 10% です。てんてけてん、私は20年間相場を生き抜いており、どうしよう、めちゃくちゃ簡単なゲームと思っています。稼げそうな銘柄なども紹介したりしてるので、応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。知りたいこと、質問、要望があれば気軽にコメントしてください。こうしたらこのチャンネルは良くなるなどのご提案もあったら教えてほしいです。てんてけてん。最後に本日の相場シャンキングの途中経過報告です。毎回言ってる気がしますが、順位変わらずです。結構個別でバラバラに動いているんですけどね、不思議と相場シャンキングの銘柄にはそれが当てはまらないようです。それぞれの銘柄が昨今の上昇相場で値を上げていますが、アットさんのギブワークス、上戻りが悪いようです。赤字から黒点予想の人材派遣管理会社でしょうか。3連チャンプライ S 高からのしこり下げということで、買い手不在の様相も見せております。テケテン、バイク好きさんの車、エンジン関連銘柄も第8ショックがどのように影響されるのか注目ポイントです。テケテン、個人的にはこの日銀緩和継続、米国利下げ観測、バブルで私の選定したサイバーエージェント M3 が無風なのが悲しいところです。金情がらんでいつ上がるんみたいな感じでしょうか。結果論で言えば、素直に半導体を買っておけばよかったようです。相場は私たちをいつも惑わせ悩ませます。可愛いやっこでございます。てんてけてん、最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。